下で今来たんですけど、引き足工事に来ております。っていうことで、なんか、蛇がいっぱいいる、なんか白い蛇がいっぱいいるところがあるらしいんですけど、そこに今日は行ってみたいと思います。書いて、僕あの漢字まだ読める。引き足工事に来るの何回目ですか？2回目です。そこになんかある、写して。前、引き足工事に来た時何しましたか？忘れた。何食べた？あの塊のやつを食べました。今日も食べようかな、空いてたら。片焼き？そう。うわ、タコだ。ここからがね、めっちゃ遠くなんですよ。これ、かた焼き。で、ちょっとかた焼き。はい。あ、食べるか。はい。はい、おっしゃ。はい、どうぞ、おつまみください。はい、どうぞ。はい、お好きなんどうぞ。はい、どうぞ。はい。うん、どうでもいいよ、もうちょっと待って。ありがとうございます。もういいの？もういい？はい、オッケー。はいよ。はいな。食べようかな。ちっちゃいのにしよう。これ、噛まずに。噛む。噛んがまえ。うまい、うん、あれ好きな、うん、うん、やばいね。何やばい？広いし、こんなとこ書いても、もう一つ食べよう。はい。これずっと口の中入れとか。かまくん。しゃべられ。かっこいい。かっこかい？ボリボリ言うてんで。うん。どんな味？なんて？わかんない。わかんない。味わからへんの。こっちになんて言ったらいいかわかんない。わかった？なんて言った？なんて説明したらええかわからへんってことやろ、うん、そんな味あんねや。よし、やっと喋れる。魚。うどん。うん。かた焼き。せんべい。で、さっきのもかた焼きせんべい。そうやで。よし。あ、来たで。
それ何やってたんよ。僕がもしここにいても惹かれないように、惹かれても自分を拝んで、惹かれたため惹かれても大丈夫なように自分を拝んで思います。でもこうやっとっても大丈夫じゃないけどな。走っていい。はい、ということで、あそこの店なんですけど。ここでは白い蛇です。はい、ということでね、目が黒なんです。こっちの蛇がね、目が赤みたいなんです。ちょっと一匹だけ。お餅、まるくん。赤ちゃんがね、鏡ちゃんみたいです。赤ちゃんいるよ、ここ。僕はあのコーンの後ろにおる。アイスのコーンの後ろ。ゆきちゃん、みーちゃん、だいちゃん、ふくちゃん。全部合わせたら、ゆきみだいふくちゃんです。ここに書いてるよ。ほら、雪見大福ちゃん、お子様用ふふみ大、お子様用ふみ大、柿のちのこ、これ出てる。ねえねえ、これめっちゃ。これじゃないね。新しいタイプ。やって。本来はこんなにね、優しくない。し、見てみ、ほら、なぜなぜしても。何これ、ミンミンゼミってやつ。これ何、ミンミンゼミって、どうやって遊ぶの。ミンミンゼミ、それくるくる回すの。どっかで聞いたことないよな、私見たら聞いたことないよね。お父さんと聞いたことあるかもしれない。マウスカの、あ、出てくる。ああ、あの感じですか。あんな感じの音。何この振動。すごいね。どういう仕組み？どういう仕組みって、そこに紙が貼ってあるから、それに響くんだね。下。釣りのところ。そう。それが紙でできてるから、それに響いて音が出る。沈んでさ、こうやってやったら変な音が、ビーン。それが振動。その音が伝わって音が出る。こういうこと。これアガスのジーンズのやつの服のやつ。鬼滅っぽく。鬼滅。鬼滅のアガスのジーンズや。ねえ、これ。カタカタカタ。回る？ボールボール、うん、背中もかけるし、ポンポンって肩もたく。気持ちいいね、これ。早いよ、まだ。これ気持ち分かれへんわ。肩凝ってる？凝ってない。でもちょっと気持ちいい。ごめんね。赤が凍てへんのに、それ背中かいてあかんです。はい、バイバーイ。上行く、また行く。うん、なんか食べたいし。え、おがみに行くんじゃなくて食べたいってこと？おがみにも行くよ。行く、うん、もう白蛇興味ないんやろ。え、白蛇興味ないんやろ。うん、食べたいんやろ。そう、おやつを。おやつではないと思う。お菓子。おやつとお菓子同じでしょ。何食べたい？はい、何だっけ、たい焼き。はい、白蛇とたい焼き、どっち好きなの？同じ、どっちも。白蛇の説明ちゃんとした？うん、かいたい、かたい焼きせんべい、また売ってる。
たい焼きに閉まってんな。じゃあ降りる？拝む？拝む？まあ降りる？降りる。バナナカットで。どうやった清志工事？疲れますよこれ。あ、電車来た。行こう。